ひまわりバスは、鹿児島県南九州市が運行するコミュニティバスである。2009年9月1日運行開始。本校では、南九州市への市町村合併以前に、旧川辺町が2003年2月から運行していたコミュニティバス、川辺町地域バスについても記述する。南九州市では、ひまわりバスとして、市内の公共交通空白地域の解消のため、各地区の拠点を結ぶ拠点間バスと地区内での通院や買い物など生活上の移動を支援する生活交通バスの2種類のコミュニティバス路線を運行している。ひまわりバスの路線は拠点間連絡バス2系統、生活交通バス47系統からなる。拠点間バス、生活交通バスとも年末年始は運休。拠点間連絡バスの運行は鹿児島交通に委託している。バス停留所のないところで乗降可能なフリー乗降区間がある。拠点間連絡バス過去の路線生活交通バス、鹿児島交通が運行を受託する拠点間連絡バスでは、ひまわりバス専用ラッピングを施した小型車が使用される。黄緑色にひまわりの花を大きく描いたデザインで、車体前面、側面、後面に南九州市、コミュニティバスひまわりバスの文字が白抜きで書かれている。専用車両として日産ディーゼル RN が2台使用される。いずれも京王バスからの移籍車で富士重工業製 8E 車体を仮装しているが、前面形状がいわゆる京王マスクと呼ばれる丸みを帯びた特注タイプとなっている。また京王バスの特徴であった系統番号と行き先表示の部分が2分割された。前面方向幕をそのまま使用しており、移籍元の鑑別点となっている。鹿児島交通をはじめ、岩崎グループには、京王バスの中古車が多数移籍している。京王が日産ディーゼルと共同開発した、車椅子用スロープ付きワンステップ小型車の RN は、発売後に大半が京王へ納入され、除籍後は、バリアフリー対応の小型車として、全国各地に移籍し、コミュニティバスや共愛路線、関山路専用に重宝された。岩崎グループでも、元京王の RN を大量導入し、鹿児島交通では、一般路線のほか、鹿児島市内観光地巡回バス、町巡りバスセゴドン、号、南さつま市、コミュニティバス、つわちゃんバスでも、元京王の RN を使用している。川辺町地域バスの車両川辺町地域バスのバス停。川辺町地域バスは、旧川辺町が運行していたコミュニティバスである。2003年9月に運行開始し、南九州市への合併後も、旧川辺町域でそのまま運行を継続していたが、2009年のひまわりバス運行開始に伴い、ひまわりバスへ統合された。鹿児島交通が担当していた路線は、以下の通り、宇都自動車商会が担当していた路線は以下の通り ABCDEFGHIJ ひまわりバス南九州市2017年11月22日更新 ABCDE 南九州市10年間の歩み広報南九州市制施行10周年特別号南九州市2017年 ABC ひまわりバス路線図南九州市2017年11月22日更新、南薩3町合併協議会協定項目40、その他事業の取り扱いについて、南九州市公式サイト。ありがとうございます。